カンドラ沼民にとって安心と信頼のネットフリックス。今となってはネットフリなしのカンドラ生活なんて考えられない毎日だけど、来年も私たちの期待を裏切りません。今回は2025年以降公開予定のネットフリックスオリジナルカンドラ特集、見逃し厳禁、豪華すぎるまでの全17作品をご紹介よ。まずは2025年公開目標のドラマ全12作品をご紹介。弱いヒーロークラス2。勉強以外興味がなかった優等生のシウンが友人のため校内暴力に頭脳で立ち向かったシーズン1。シーズン2では問題児ばかりの転校先でより大きな勢力と対立するが、トラウマを抱えた模範生が理不尽な暴力に対抗し成長していく学園アクションドラマ。身体能力の不足を道具や心理戦で補う天性の頭脳の持ち主シウンを恋愛革命パクジフン様、転校先の友人をリョウン様、チェーミニョン様、イーミンジェ様、宿敵にペーナラ様、イージュニョン様。 DP を手掛けた制作陣がシーズン2でも続投。学園を舞台にいじめや暴力で浮き彫りになる葛藤やヒエラルキーを描くテーマはそのままに、シーズン2ではより大きくなった世界観とパワーアップしたアクションに注目よ。本当にお疲れ様でした。貧しい中でも元気に育ち、詩人を夢見るエッスンと、そんな彼女を大事に思っているグアンシク。1950年代のチェジュ島に生まれた二人は、やがて紆余曲折の人生を歩むことに。今は子や孫を持つ年になった者たちが輝いていた時代を、レトロ感いっぱいに描いたロマンスドラマ。太陽のように明るくけなげなエッスンをマイディアミスターアイユー様、寡黙で芯の強い真面目が武器のグアンシクを雲が描いた月明かりパクボゴム様、それぞれの中年期をムンソリ様、パクヘジュン様が演じる。チェジュ島さながらの大規模屋外セットなど総制作費約600億ウォン。椿の花咲く頃の脚本家とマイディアミスターの監督がチェジュの四季を通して描く感動のメロ作品よ。トリガー。不法に出回った銃による事件が全国で連続発生。警察官井戸は銃の出所を突き止めるべく捜査を進めるが、大胆かつ緻密な計画で武器流通を牛耳っていた黒幕ムンベクにはある目的があり、銃器をめぐり対立する男たちを描くアクションスリラー。軍人出身でスナイパーの経歴を持つ警官井戸を悪の心を読む者たちキムナムギル様、武器ブローカー界の中心的人物ムンベクを愛だと言ってキムヨングアン様、弱い者のために銃を使う、何があっても銃を使わせない、それぞれの理由で引き金を引く男たちの対立が緊張感たっぷりに描かれる。 CG 技術を駆使し約300億ウォンの制作費が注ぎ込まれた圧巻のスケールと映像美に期待しかないわ。重症外傷センター。患者を生かすほど赤字が続く外傷センターに天才外科医ガンヒョクが就任する。彼は名ばかりだったチームを真から人を生かす場所へと変えようとしていた。使命感あふれる医師と若き医師たちの奮闘と成長を描いたメディカルヒューマンドラマ。戦争地域を経てセンター長に就任するガンヒョクをキングダム中次フン様、彼の弟子に選ばれる外科フェロージェンオンを田舎町ダイアリーズ中ヨウン様、弟子を奪われ嫉妬する教授をイテオンクラスユンギョンホ様、実際の現役医師が執筆したウェブ小説が原作。緊急事態には手段を選ばず現場へと向かう重症外傷チームの活躍と連帯感、医師としての使命や成長など見どころ満載よ。広場。反社会的組織の一員だったギジュンはある理由から自らアキレス腱を切り足を洗っていた。しかし11年後対立組織のナンバー2までのし上がっていた弟ギソクが謎の死を遂げたことから真実を暴くため古巣へ帰る。暴力の世界へ戻った男の復讐のワールアクション。
弟を殺され復讐の鬼とかすぎ順を主君の太陽総持祖父様、ソウルを二分し敵対する二大組織のそれぞれトップを宝珠の様アンギルガン様、冷酷な暴力の世界を描いた人気ウェブ漫画原作。今やビッグに成長したギャング集団を相手に義純は不自由な足をものともせず血の嵐を巻き起こす。本格アクションの新世界に心震える予感ね。メロムービー。映画を愛する俳優の卵ギョムと、映画に執着する父への反発と好奇心で業界に入った助監督ムビは、ある撮影現場で出会い、やがて互いの人生に影響を与える存在となっていく。相反する境遇で異なる夢を描いていた男女の成長を描くラブロマンス。世の中すべての映画を見るのが夢という業務をその年私たちはチェウシク様、娘より映画を愛した父へ割り切れぬ思いを抱くムビを力の強い女トボンスンパクボヨン様、無名の作曲家役にイージュニョン様、彼の元恋人役にチョンソニ様が脇を固めるわ。その年私たちはの脚本家とスタートアップの監督という最強タッグ、過去の傷を克服し夢と愛を追い求める若者たちを繊細に描く期待作。悪縁。偶然事故を目撃した男は事件を隠したい者とある取引をするも、後日その取引は破棄され事態は思いがけない展開に。やがて関わるはずのない人々の人生が不思議と絡み合っていく。いつどこで始まったのかもわからぬ悪縁で互いを破滅へと導いていく人々を描く犯罪スリラー。取り返しのつかない取引をする男をイカゲームパクヘス様、トラウマに悩む外科医を海町チャチャチャシンミナ様、借金を抱える男を殺人者のパラドックスイーヒジュン様、さらにキムソンギュン様、イーグアンス様、コースンヨン様らが悪縁に陥る人物に扮するわ。ウェブ漫画原作のオムニバスドラマ、それぞれの欲望が交錯し悪縁が複雑に絡み合う姿がスリルたっぷりに描かれるわ。アイバー。新作映画の主演の座を奪うべくトップ女優のヒランと新人のジュエの2人が役をめぐって競い合い、見事新人女優が勝ち取るが作品制作は一筋縄ではいかず、実在した映画をモチーフに女優たちの壮絶な人生を描くコメディドラマ。気難しいが熱い性格のトップ女優ヒランを熱血司祭イーハニ様、クラブダンサーから一転し主演を勝ち取るジュエを新人女優パンヒョリン様、映画制作者をエクストリームジョブチンソンギュ様、1980年代に実在した相葉夫人は映画史に残る感動作品だけど、その裏では政府の圧力などにより制作が見直されたり四苦八苦、世に誕生するまでの過程をコメディタッチで描いた物語よ。ウンジュンとサンヨン。何度絶交を繰り返しても一生の親友でライバルのウンジュンとサンヨン、42歳になってウンジュンの前に突如現れたサンヨンは末期癌を告白し尊厳死のための同行を頼むが、互いの人生に大きな影響を与え合った2人の友情を描いたヒューマンドラマ。平凡なようで特別な魅力があるドラマ作家ウンジュンをトッケビキムゴウン様、非凡な才能を持ち映画制作者として成功したサンヨンをユミの細胞たちパクジヒョン様、ウンジュンを愛する大学時代の先輩をザ・グローリーキムゴヌ様、空から降る1億の星の脚本家による珠玉の物語、生涯にわたって絡み合った2人の記録をパノラマのように再現しながら繊細に描いていくわ。あなたが殺した。夫の暴力により地獄のような日々を過ごしていたヒスだったが、殺すか殺されるか以外逃れる術がない彼女の境遇を知った親友のウンスは元凶の夫を共に亡き者にしようと果敢な計画を企てるが、心身の苦痛を抱えた親友2人が予想外の事件に巻き込まれていくサスペンススリラー。同じ痛みを知り幼少期からトラウマを抱えているウンスを寄生獣チョンソニ様、かつて将来を期待されていた童話作家ヒスをイカゲームイーユミ様、二人の計画を知りサポートする心強い協力者を39歳イームセン様、ドラマ化もされた日本小説が原作。地獄のような現実に閉じ込められている人や DV に目を背けている人に問いを投げる救済ドラマ。タングム。
朝鮮巨大商団の跡取り息子本乱と腹違いの姉ジェイは仲睦まじく育つが、12年前に弟が失踪。以来彼の帰還を切なく待ち続けていた彼女の前に突然弟が現れ、運命の歯車が回り出す。過酷な運命に翻弄された異母子弟のミステリーロマンス時代劇。諸子として虐げられるも明るく育つジェイを、この恋は不可抗力長ボア様、秘密を抱え帰還した本乱を冠婚イージェウク様、後継者失踪後に養子に入っていた無人を恋するアプリチョンガラム様、突然戻った弟は何者で何が目的なのか、別人のような弟へ怪しみながらも惹かれていくジェイや無人が抱く彼女への思いなど、それぞれの愛が交差する珠玉ロマンスに溺れてみて。イカゲームシーズン3。借金を抱えた人々が高額賞金のかかったデスゲームに参加し、死闘を繰り広げたシーズン1。12月公開予定のシーズン2では、主のゲームを主催する黒幕に挑む男の姿が描かれ、最終章のシーズン3では全ての謎のベールが剥がされていく。大金をめぐり、ゲームに命を懸ける者たちのサバイバルサスペンス。主人公ギフンのイージョンジェ様を筆頭に、イービョンホン様、ウィーハジュン様、コンユ様が続投。シーズン2から続けてイムシワン様、カンハヌル様、パクソンフン様など豪華キャストが出演するわ。同時制作されたシーズン2とシーズン3、計13話の制作費は1000億ウォンを優に突破。文字通り桁違いの予算をかけ、残酷なゲームを再び引っ提げ世界を沸かしに戻ってくるわ。続いて公開時期は未定だけど制作は確定した全5作品。今私たちの学校はシーズン2。ゾンビに占拠された学校の中で必死に戦った学生たちと謎を残して幕を閉じたシーズン1。シーズン2では陥落したソウルを舞台に、さらに強力かつ進化したゾンビが登場し、よりスペクタクルな戦いが繰り広げられる。恐怖と戦う生徒たちが己の道を切り開くために奮闘するゾンビアクション。か弱く見えるが勇敢で心優しい恩女シスターズパクジフ様、ある事情で生存者から距離を置く学級委員長をときめく君との未来図チョイヒョン様、彼女を大切に思うスヒョクを僕たちの復讐ノートロモン様、恩女の生き別れた幼馴染の行方や、発症しても理性が保たれる反ゾンビの行く末、そもそも元凶となったウイルスの解明など、全ての謎が紐解かれていくはずよ。キャシャロー、パワーの源は手に握ったお金？現金を使った分だけ力が発揮できる超能力を手に入れたサンウンは、世のため人のため奮闘するが、平和のために給料をつぎ込む人間味あふれたヒーローを描くファンタジーアクション。平凡な公務員人生が一変するサンウンをキングザランドジュノ様、彼の長年の恋人をキングダムキムヘジュン様、飲酒で能力が発動する超能力者協会長をキムビョンチュル様、パンを食べると念力が使える超能力者をキムヒャンギ様、超能力者狩りを行っている謎の集団との対決や、牢石を働く悪党どもに対抗するのは風変わりで癖のある生活密着型のヒーローたち。並外れた能力を使って日常を守るため活躍するわ。全てが叶うだろう。罰としてランプに閉じ込められ、1000年ぶりに目覚めたランプの聖ジーニーは、刑罰から救ってくれたガヨンに願いを3つ叶えようと告げるが、生殺与奪を握り合った2人が予測不能の願いをめぐって繰り広げるロマンチックラブコメ。感情の浮き沈みが激しいジーニーを相続者たちキムービン様、感情欠如型人間ガヨンをスタートアップペスジ様、彼女と一緒に暮らすが全てが謎の女性を賢い私生活アンウンジン様、主演2人はむやみに切なく以来の再共演。太陽の末裔ザ・グローリーの作家による脚本でソンヘギョ様特別出演も決定。さらにエクストリームジョブの監督とくれば名作の予感にお赤飯の準備しなくちゃ。自白の代価、夫を亡くし夫殺害の濡れ衣まで着せられ、幸せな未来を一気に奪われたユンス。そんな彼女に密かに近づいてきたモウンは、一目で相手の心理を見抜く力を持っており、殺人事件をめぐる2人の女性の年代記を描くミステリースリラー。
濡れ衣を晴らすため奮闘する美術教師ユンスをイルタスキャンダルチョンドヨン様、服役者の間で魔女と呼ばれる謎の女性モウンをトッケビキムゴン様、二人の秘密を探る検事をイカゲームパクヘス様、ユンスの弁護士をエクストリームジョブチンソンギュ様、ユンスに近づくサイコパスモウンの目的とは何なのか、愛の不時着の監督による6年ぶりのジャンルものとなる犯罪スリラーは予測不能よ。この恋通訳できますか？世界的トップ女優ムヒの通訳担当となったホジンだったが、自分とあまりに違った価値観を持つ彼女の言葉は理解不能。聞き取り間違いがもたらす誤解から予想外の展開へ。正反対の男女が心の言葉を通じ合わせ愛が生まれるロマンチックコメディ。英語、日本語、イタリア語まで多言語に精通したホジンをスタートアップキムソノ様、明るくはつらつとしたトップスタームヒをムービングコウユンジョン様、韓国ドラマ初出演となる福士蒼汰様が2人と共にトリプル主演を務めるわ。冠婚ホテルでルーナを生み出したスター脚本家による最新作、ラブコメに帰ってきたキムソノ様にも歓喜で、コウユンジョン様とのケミに沼入り間違いなし。いかがだったでしょうか？来年以降も楽しみすぎて夜も眠れないラインナップ、みんなが一番見たい作品もぜひコメント欄で教えてちょうだい。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。アンニョーン。